人吉盆地の地形図一致人吉盆地は、熊本県南部において、東西約3 0トル、南北約1 5トルの範囲に広がる盆地である。熊盆地とも呼ばれる。北部は、八代、熊山地、東部は、九州山地、南部及び西部は、久津火山群に囲まれている。東から西へ向けて熊川が流れる。人吉市、熊群山江村、相良村、 西木町、朝霧町、田良木町、湯の前町、水上村にまだがる。四方を山々に囲まれ、外海から閉ざされた人吉盆地は内陸型気候で、昼夜の寒暖の差が激しく、そのため秋から春にかけて、盆地全体がすっぽりと霧に覆われてしまうことが多い。年間100日以上も朝霧が発生し、発生頻度は日本で1、2位を争う。 良質な水に恵まれた米どころであり、日本の米上中の代表的生産地でもある。約200万年前から、南九州が半時計回りに回転し、九州の西側を分裂させる地下化変動が始まり、入り江あるいは低地が形成された。続いて、久津火山群の活動によってこの低地地形の西側が塞がれ、個人基地湖と呼ばれる湖となった。この湖は、 約100万年前までに消失し、その後に残されたのが、人吉盆地である。機械カ,カルデラから、アタカルデラ、アイラカルデラを経て、格闘カルデラに続く火山性地高帯の延長線上に位置するが、人吉盆地を起源とする火山活動の痕跡は確認されていない。盆地外を起源とするアソカイ流、格闘カ祭流、イリトカ祭流などの堆積物が地層として、 残されている。以下に自治体及び都市圏構成を示す。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。ありがとうございます。